変貌ぶりはただなら市外に陽気宮中のもの道満め横島道よいかにもただ手分けしいかに手分け猫又よ、しきりに目をこすっておるが、いかがした？ここに来た途端、何やら古傷がうずくのじゃ。しかもこの場にかすかに覚えが、何かの触りじゃろうか。汚すとは、そんにも程があろう。
Thank you.
人でありながらあやかしに組みするか、許せぬ。横島なる木はあの穴の奥からのようじゃ。主もあやかし、何故を追う。ああ、わしがよりしろとなろう。人に忘れるのすべて滅ぶべし。これ以上市中に怨霊が増えてはまずい。どのような災いを起こすか予測できんぞ。私の慈しみに様子を探らせておきましょう。この穴の奥はさらに鬼が増えよう。厳しくなるな。共に進もう。しかしなるものを青盗み家の衣装を上げろ。
都と黄泉を。もしや噂は誠だったか。私が押されるだと？
官僚の群れが宇治の平等院に現れたようです。私と頼光はそちらに向かいます。この火傷の痛み、夢を忘れじ、この世をあやかしていたし、世と同じ苦痛を、そのためであればこの身、霊石の力に屈しようと本望よ。ソハヤの光の使い手よ、二度と世の邪魔はさせぬ。
来てんね。今にも飛び出してきそうだ。九尾の狐も同様、急いで封じねばなりません。後世を見守る務め頼みました。傲慢を仕留めましたか。これで今日も安心でしょう。こらえ性が足りんな、生命。お前がなすべきことを果たせ。一族が鬼との戦いに倒れる中、年端のいかない私に託されたのは、あやかしを打つ刀、そして鳳凰。私は鬼を斬ってきた。何の問いも抱かず。だが斬った新玉は次なる新玉を生むばかり。この身に続く者が何人同じ刀を振るおうと、真の平安にはたどり着けぬだろう。後世より来たりし稀人よ、鬼を斬った若者の伝承を解き明かし、新玉が生まれしゆえを。止めろ。